では展望台から下に行ってみましょう。そしてこの先に行きますと、今度は逗子川がね、やってみていますよ。ここはもう散歩には絶好だよね。駐車場もあるしね。早朝にやってくればもう誰もいない。鎌倉でこういうまあ海岸が一望できる場所というのは、江ノ島、それから稲村ヶ崎ぐらいだけどね。あそこは駐車場、その他高さから言ってもここは100メートルあるからね。100メートルあるから本当に一望できますね。おー、いいな、おい、最高のロケーションだね。これが逗子川、葉山川を展望できる、展望台ですね。広山の、なんて書いてある、広山の暮れ雪、逗子八景の一つ、広山の暮れ雪、逗子八景、広山の暮れ雪、逗子富子不動の秋月、神武寺の万象、小粒の規範、田越川の優勝、桜山の春風、馬場の沖岸、おー、いいなあ。この下に山の下が逗子海岸ですね。そしてずっとこの正面が葉山港、葉山港ですね、これがね。それからその奥が森戸海岸、スイカ森戸神社があって、そしてずっと真正面がこれが名島ですね。鳥居があります。そしてこの名島には石原裕次郎灯台がある。そしてこちらの方が逗子の大崎の、おお、ここからもあそこのサーフィンポイントがはっきり見えるね。サーフィンポイントがはっきり見える。サーフィンやってる人は寒いからいないな。ああ、こういう感じですね。正面に、大島が見えるんだけど見えないね。そしてこの山の下が大崎っていう、サーフィンのポイントです。そしてこちらの富士山があります。今ちょっと木の陰になっちゃうからね、ちょっと富士山を見てみましょう。あ、絶景かな、絶景かな。あ、これだ。あ、絶景かな、絶景かな。年末年始の休みにはぜひともこう訪れていただきたいですね。